間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。皆さんは今のように間違いのついてない弓で楽器を弾いたことはありませんか？音が全然出ないのにびっくりした方も多いのではないでしょうか。松ヤニがついてない弓では楽器はほとんど音が出ないことがお分かりになると思います。このような弓に全く松ヤニがついてない弓の場合はこのように全体的に塗るような塗り方ですと十分に松ヤニがつかないことがあります。またつかないので松ヤニがつきにくいので一生懸命ゴシゴシ力を入れてやってしまう場合があります。そうしますと松ヤニの表面が溶けてかえって松ヤニがつきにくくなってしまうことがあります。ですからこのように毛替えをした直後の弓毛であったり全く新品で松ヤニがついてない弓を使う場合は全体的にゴシゴシやるのではなくてこのように短いストロークで松ヤニを確実につけていきます。で、その時先ほど言いましたようにあまり力を入れすぎると松ヤニの表面が溶けてしまってかえって松ヤニが乗らなくなりますので軽くしかし短いストロークで松ヤニを塗っていきます。この短い区間がだいたいついたと思われましたら次の区間をまた短いストロークで塗っていくと。これを繰り返して全体に松ヤニが行き渡るようにまずしていくことが大事です。この短い間隔での塗り方がだいたい終わりましたら初めて全体的にまんべんなく松ヤニが行き渡るようにしていきます。最初から先ほど言いましたように全体を塗ろうとするとうまく塗れませんし力を入れすぎて松ヤニが溶けてしまってなお塗りにくくなってしまうということになりますので毛替えの跡とか松ヤニがついてない弓をに松ヤニをつけなければいけないときは小刻みにつけていくという方法を取られるとよろしいかと思います。